まあ、それでもう勝負が決まっちゃってるんです。今なんか TPP について情報が不足してるとかマスコミ言ってますけど、お前情報不足してるのにもう賛成してたじゃねえか、しかも1年前に。だからもう終わったんですね。で次に農業再生に議論をすり替えておきます。でこれは政府の失敗ですが、ここで、政府はですね、圧倒的な支持のもとうまく構図がいったので、やったと、もっと支持率を上げちゃおうと思って開国フォーラムってやり始めたんですね。覚えてますか？開国フォーラムで国民に説明してもっと人気を得ようと思ったんですけど、日本国民ってバカじゃないですからね、開国フォーラム開いてるうちに、おい、なんだこれおかしいじゃねえかってことになって大騒ぎになったんですね。開国フォーラムは3回ぐらい開かれましたけど、全部失敗したんですよ。そこで政府はやばい、失敗したと、調子に乗りすぎたと思ったわけです。そこで震災が起きました。さて、震災を口実に開国フォーラムは中止しましたが、それから1回も開かれてません。別に外務省がやってるんだから、外務省別に震災対応なんかやってないんだから、外務省開けばいいじゃん、しかも西日本で開いたりすればいいじゃんと思うんですけど、違うんですよ。外務省はこう思ったんですね。なんだよ、開国フォーラム開いて直接国民に説明したら文句ばっか言いやがって、もう愚民どもには説明しない、これはもう外交案件だから関係ない、あいつら愚民なんか分かんねえんだから、日米関係とか分かってねえんだよ、愚民には説明しない、あいつらに情報提供マスコミを通じてだけやらせておけばいい、こう戦略を変えたんですね。したがって情報も出なくなったし、開国フォーラムも開かれなくなったと。で、前は農業再生させますとか言ってたんですよ、適当に。ところが東北の農地は農業再生どころか現状回復の見込みもないんですが、まあそれもしかと。だからそもそも最初の農業再生と両立させるって話が空手型だったっていう証拠なんですよ。でそのまま進めて、で9月になって、おやばい時間がなってきたっていうので、中身の検討を議論してたら、これは愚民どもなんか説得できないので、交渉参加ぐらいいいじゃないかに、この路線にやろうぜと、こう決めたわけです。前回9月の上旬、野田政権が成立した後、私この番組でそれを予告しときましたよね。全くその通りになりましたよね。2週間後ぐらいに枝野か何かが、交渉ぐらいいいじゃないかとかなんか言い出しましたよね。ゴーチョクトン前シンガポール大統領も抜ければいいとか言ってるとかなんか言ってですね、ゴーチョクトン、それやめておきますが、まあそういうことなんですよ。だから予想通りに言ってるわけですね。で交渉参加ぐらいいいじゃないか作戦で説明責任を放棄することができるようになりました。次に米韓 FTA がアメリカ議会を通過して、オバマがセレモニーをやるっていうのがもう予定されてるわけ。で、このセレモニーやった瞬間に一斉にアメリカと韓国が密接になったぞと、日本は乗り遅れるなと、この作戦でマスコミの議論を加速させると。もちろん反対はブーブー文句を言いますが、それは議論したふりでガス抜きと。米韓 FTA の内容、これは説明しない方がいいぞと。いうことですね。で反対の声は一応マスコミによって矮小化しておいて、で地方の、社説新聞、地方紙の社説はみんな反対ですけど、田舎新聞とか言って関係ないとやって、でたまに私とかが出てくると、こいつ面白いから一応反対派の声も聞いた、公平な、報道機関ですってことで、私かなんかをちょっと出しておくわけですね。で聞いたふりということです。で、もうですね、APEC 交渉参加、TPP 交渉参加表明へっていう見出しはもうすり上がってるんですね。もう早くそれを出したくて、こらえしょうがなくうずうずしてるのですね。で、よく考えてください。どうして私がこういう作戦を阻止できないかっていうと、TPP は条約なので、TPP の締結自体は国会の承認が必要です。だから国会で阻止できるかもしれない。でも、交渉参加の表明は、これは政府の専権事項で、どんなに民主的にみんなが反対しようが、世論がみんな反対しようが、政治家が全員反対しようが、首相が交渉参加を表明しちゃったら終わりなんですよ。で、それを阻止する手段ってない、ないんですよ。で、前回も申し上げましたように、交渉に参加を一旦表明したら、あとは日米関係や国際関係の信頼、そういった問題が壊れちゃうといけないぞという戦略で抜けられなくなると。そのまま締結まで走るという戦略で、私それ分かってたので、あ、これは阻止する手段ないな、だからさっき言ったようにもう首相に言うわけですよ。交渉参加の表明自体は別にやってしまえばいいんです、で参加すればみんな黙りますからと。で、おかしいじゃないかと言われたら、いや情報がないから交渉に参加したんだ、な文句があるんだったら交渉で有利に進めればいいじゃないか、守ればいいじゃないかと言っときゃいいんですよって、こういうことですね。で、マスコミが、来賛し、オバマは、首相、日本の首相、野田なのか誰か知りませんが、日本の首相を、国賓扱いでもてなすわけですね。そうするともうこれ全部マスコミ一コロと。
ということです。で、責任はどうなるか、この結果の責任はどうなるか、そもそも推進している外務省は国内の所管業種はありません。経産省は経団連からやってくれと言われていて、特に被害が及ぶような、所管業種は、本当はあるんですよ、エネルギーとか。でも一見ないと。本当はあるんだけどバカだからないと思ってると。で、農業や医療や、労働とかいろんな問題は他の省庁、農林水産省や厚生労働省が、処理しますと。私たちの所管ではありません。私たちは推進するのがお仕事で、守るのは向こうの仕事です。はい、さようならという縦割り行政でやるわけですね。もちろんマスコミは責任取りませんよ。マスコミは責任取ったことありますか？政権交代をあれだけ煽っておいて今このざまですよ。誰か責任取ってますか？政権交代を煽った人たちがみんな生存して TPP の賛成してますよね。政権交代に反対した意見を言った人たちは未だに名誉回復されてませんよね。今回もそうなんですよ。同じパターンです。ということでどうにもなりません。さて、これで大きな被害がもし出たとしましょう。それは例えば農業で被害出たら農林水産省がダメだと。だから農業の構造改革しなきゃいけないんだよと。俺たちだったらもっとうまくやるぞと、まあ、TPP 推進論者の人たちは嘘吹くわけですね。医療もそうです、保険もそうです、みんなそうです。で、結局そうでもどうにもならないという無残な結果になっても TPP 推進論者はですねこう言うんですよ最後は。いや別にそれはグローバルな流れに乗り遅れたんだから、淘汰されたんだから仕方がないってこういうわけですね。多分外務省の官僚とか経産省の官僚多分そう言うんじゃないですかね。ちょっと古い映画ですけども、あの踊る大捜査線ザムービー2レインボーブリッジを封鎖せよってありましたよね。あれであの警察官僚でマヤミキが演じた役ありましたよね。あれです。もしいや農業はこんなひどい目にあったと、医療はこんなひどい目にあったと文句を言いに行ってもですね、負け犬ねとかなんか言ってですね、それで終わっちゃうんですね。これねすごいことで、新自由主義って言われますよね。構造改革や新自由主義、 TPP を推進している人たちもみんなそれなんですけども、例の古賀、岸ね、そうでしょ、竹中ね、その人たちっていうのは絶対責任取らないんですよ。でね、面白いんですけど、新自由主義っていうのは自己責任っていうふうに押し付けるので、言ってる人たち責任取らない。したがって、例えば新自由主義を唱えた政権っていうのはサッチャー政権、イギリスの、アメリカのレーガン政権、日本だと小泉政権がそうですね。全部長命政権なんですよ。あれだけ敵が多い政権なのにみんな長命政権、不思議でしょ。簡単なんですよ。もしひどいことが起きてももう新自由主義を言ってますから、そもそも政府に頼るのがおかしいんだよと。自分たちでフェアに競争して負けたのの面倒を政府が見るのがおかしいんだよと。つまり責任を逃れた、自己責任、ダメでも自己責任っていうので、どんなにひどいことが起きてもですね、政府をいや政治家の責任を追及することができなくなる。したがって新自由主義を掲げるとみんな長期政権になるんですね。というわけで、そのラインにこれも乗ってしまいましたということです。やばいですね。したがってですね、もう手はないんじゃないんですかね。もう米韓 FTA と同じ道、植民地化への道を歩むんじゃないですかね。でこれから、韓国でも議会を通りますけど大変なことになるんじゃないですか。韓国は、野党がめちゃくちゃ反対してますけど、もうどうにもならんでしょう。気がついたら、韓国国民は米韓 FTA を見てですね、おーと、松田優作じゃないですけど、なんじゃこりゃコリアだから、なんじゃこりゃとかなんか言うんですよね。ということでまあ終わっちゃうわけです。もうダメですね。もう手遅れですから。いや私は頑張りましたよ。私は頑張ったんですけども、しょうがないじゃないですか。お前何やお前もっと頑張れよって言われたって、俺頑張れば頑張るほど出世できなくなるんだからやるだけのことはやりましたが、まあいくら騒いでももうダメでしょう。最後に TPP のですね、誰がこんな悪いことを思いついたのかの犯人、首謀者、私は知っています。実は命を狙われて、これ喋っちゃうとまずいんですけれども、あえて言いましょう。実はそれを首謀している犯人は何じゃこりゃ。はい、おしまい